ある日のこと、マミがお庭で遊んでいたら、空から虹色の羽を持つ、とっても綺麗な鳥が飛んできました。その鳥はマミに話しかけて、マミちゃん、不思議な森へ行ってみないかい？って誘ったんだ。マミは、うん、って答えて、ママに鳥と遊ぶことを伝えて、一緒に森へ。森への道は長くて、いろんな花や木があって、鳥はマミに森のことや動物たちのことをいっぱい話してくれました。動物たちはマミを歓迎して、森の楽しい話や大切な話をしてくれました。彼らはマミに自然のサイクルと、それを守る大切さについても教えてくれたんだよ。でもね、森を歩いていると、花が折れてたり、木がたくさん切られたりした場所に出くわして、マミはとても悲しくなりました。虹色の鳥と動物たちが言いました。マミ悲しまないで、みんなで助ければ大丈夫。マミは、自分たちの、住む場所を守るために、家に帰ってから、家族やお友達に森で学んだことを話して、みんなで自然を守ろうと決めました。マミのように大切なことをいっぱい学んで、明日も素敵な一日を迎えられますように。暖かくしておやすみなさい、子供たち。